おいしそうに餌を食べているのは、アジア最大のカブトムシ、コーカサスオオカブトです。南三陸町の浜荒れ宇多津商店街の特設会場には、夏休み中の子どもたちに楽しんでもらおうと、世界中から集めた珍しいカブトムシやクワガタムシなど25種類が展示されています。一番の注目は、世界最大のヘラクレスオオカブトです。世界一重いゾウカブトとともに手で触れることもできます。訪れた子どもたちは代わる代わる触れ合ったり、夏休みの思い出の写真に収めたりしていました。めっちゃつるつる。歩くのがかわいい。やっぱ一番ヘラクレスの魅力っていうのはかっこいいことだと思います。僕もヘラクレスオオカブトみたいに剣道強くなりたいです。浜荒れ宇多津商店街の人気企画となっているこの展示会は、お盆期間中の15日まで開かれています。